Tsukada を振り返ります。初戦となりました2回戦は韓国の若手イウンジェを迎えての初戦になりました。足技で時折攻めながらどうでしたかね、立ち上がりの動きは。そうですね、やはり初戦硬さはあったんですけれども、はい、少しずつ塚田選手の動きになりましたし、はい、またこの後ですね、得意の技で決めてくれますので、はい、指導をお互いもらっていたんですが、この大外ですね。そうですね、やはり試合で決まるっていうのはすごく自信にもなると思いますし、はい、いい最後まで駆け切ってましたね。本人は幻という大外刈りで初戦を勝ち上がりました塚田です。2回戦はポーランド、大きなこのサドコアスカを迎えての一戦です。安野さん、実はこの試合も塚田が先に指導をもらうシーンがありました。そうですね、身長差がありますので、ただ普通に組んでるだけでも違う見た目が悪かったりもするんですけれども、うん、ただポイントを取られてから、反則を取られてからですね、塚田選手らしい動きに変わりましたね。はい、終盤を押し込んでサドコアスカに指導を3つ出て優勢勝ち。そして迎えた準決勝は日本人同士の対決、東海大学の後輩立本恵を迎えての準決勝。ここでも先に指導をもらった塚田だったんですが、その後は本来の動きになりましたね。そうですね、結局立本の方に指導が3ついきまして、技ありでの優勢勝ち。後輩を退けた塚田真希がいよいよ決勝の畳に向かいます。北京に残した金色の忘れ物を取りに塚田真希がゼロからの出発です。畳を去ろうとした時、苦しいほど込み上げたあの時の悔しさ、己に問いかけ突き詰めて迷ったりもしたけれど、今はただ世界一になりたい、その意思は全くぶれていません。アテネのオリンピックチャンピオンがもう一度世界の頂へ、それを獲得するための決勝の畳へ今向かいます。2004年のアテネオリンピックのゴールドメダリスト、もう一度世界のてっぺんへ、塚田真希決勝の畳に上がります。相手は世界ランク2位ロシアのイワシュシェンコ。世紀の一戦が今始まりました。女子78キログラム超級、日本の塚田真希がもう一度世界のてっぺんに立つためにここから始動します。相手はロシアの長身、190センチ、世界ランク2位のロシアのイワシュシェンコです。畳の真ん中、釣り手を探っていく塚田。とにかくイワシュシェンコは左手を伸ばして塚田の背中を掴んできます。得意技は内股、非常に技のパターンもある、レパートリーも多い選手。今は塚田の右手の釣り手を切りました。さあ、野さん、はい、最上量級最も強い選手を決める決勝です。そうですね、決勝までよりもですね、はい、決勝戦はですね、いい組手と、前に前に出る気持ちと、はい、塚田選手いい組手になってますので、そこからの技の出を早くしてほしいですね。非常に気迫が出てますね、はい、少しここは下がりましたが、下がってはいかんという声を耳にして、さあまた前に行きます塚田。イワシュシェンコ、非常に背の高い190センチ、手足の長い選手です。まあ、ここも、ここはお互いに指導です。お互いに指導。今日の塚田は、重心が、はい、塚田選手の方が重心になりましたね。消しましたね、はい、消しましたね。イワシュシェンコにのみ指導です。そう、体ごと今日塚田は、安野さんもしきりにおっしゃってましたが、組んでからの技の出が遅い部分もあって、指導を早くもらう時間が多かったんですが、ことが多かったんですが、ここはイワシュシェンコにのみ指導です。ただポイントは反映はされません。大外一本、大外一本、金メダル。もう一度世界の頂点へ、ここからスタート、ここが新たな始まりです。塚田真希、世界ランク2位イワシュシェンコをあっさりと、いとも簡単に破ってみせました。見事な金メダルです。最後に一番いい柔道が出たんじゃないですか。そうですね、本当塚田選手らしい柔道で、はい、決勝を決めてくれましたね、最後まで勝ち切ってますね。完全に背中をつけました。イワシュシェンコ選手は日本人に対してとても強くてね。そうですね、まあ、ちょっとどんな2人の対戦はどうかなと思ったんですけれども、はい、もうやはり塚田選手圧勝ですね。この表情を見てくれと言わんばかりの塚田真希。